ホンダ CB、ホンダ CB650、CB650 は、かつてホンダ技研工業が製造、販売していたオートバイである。1979年1月に、ドリーム CB550 方形が、フルモデルチェンジする際に排気量拡大を同時に、行い社名を変更した大型自動二輪車である。社名からは、ドリーム並びに、ーのペットネームは消滅したが、引き続き、 ダブルクレードルフレームに空冷4ストロークにバルブ、再 1C4 気筒エンジンを搭載する。派生車種も含めて、日本国内のみならず欧州、北米にも輸出されたが1985年までに生産終了した。本校では日本国内向けモデルについて解説を行う。CB650 輸出使用車1979年1月17日発表。 同月18日発売、形式名 RC03。上述したように、ドリーム CB550 法系のフルモデルチェンジ車であり、以下の変更が実施された。生産目標は、月産4000台でそのうち国内向けは200台と設定されたほか、都道府県警察向けに白バイ仕様へ一部変更した CB650P の製造納入実績がある。 CB650 カスタム輸出使用者1980年2月27日発表3月1日発売形式名 RC05 当時流行したアメリカンタイプ仕様でフレームを新規に設計し直したことから形式こそ別となるが搭載されるエンジンは CB650 と同じ RC03E 型でスペックも一致する このほかマフラーが4本出しタイプに変更された。1981年3月18日発表、同月19日発売で一家のマイナーチェンジを実施。1982年1月14日発表、同月15日発売。社名の LC はラグジュアリーカスタムの略である。常実2社を統合する形で実施されたモデルチェンジで北米向け輸出モデルとなった。 RC-08 型 CB650SC とほぼ同様のボディを採用する日本国内仕様である。上実2社からの大きな変更点はエンジンの黒塗装化並びに前輪ディスクブレーキのダブル化が実施された。いずれもホンダ技研工業公式 HP。ありがとうございます。